いやー、社長いい人だったな。いや、面白かったですね、1軒目。落合陽平の10万ボルト TV。 常連のお客さんたちもすごいアットホームだし、とにかくお酒を楽しんでっていう気持ちでみんな飲んでるじゃない。はい、そこがね、やっぱうまいよね。だから社長のうまさもあるし、はい、社長がいい人だとお客さんもいい人になると。はい、これから2軒目がありますから。なんというお店なのか。宮田君無視ですか。僕に言ってたんですか今。そうでしょ。もうあの人間だと思わないでほしいです。今もう分かんないんですよ、何も。ありました。オッケー。すいません、申し訳ないです。お邪魔します。いらっしゃい。飲み物を何がいいのか。なるほど。看板ドリンク生オッピーですか。あー、じゃあそちらをください。生オッピーで。はい、僕は吉野川。はい、はい、しじみおでんって。え、冬季限定でしじみだしです。しじみだしの、ね、え、めっちゃうまそう。あの適当に詰めていただいて。はい、ちくわぶは入れてもらえると嬉しい。ちくわぶが、ちくわぶ大好きで。あんたも好きよ。東京の人間じゃないのに。ちくわぶ大好きですよ。いただきます。日本酒でございます。じゃあ、はい、いきます。お疲れ様です。これはうまいな。今日の僕の目標があって、はい、生きて帰る。帰る頃には骨になってますからね。燃え尽きてる。もう燃え尽きたら石碑立ててください。そこに。すみません、おでんが。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがしじみのおでんでございます。しじみ入ってる。あ、スタイルすごくうまい。これで初めてですけど、今まで食ったおでん、そうなんです。マジで、マジでうまい。大好きなちくわぶ、いただきます。うまっ。え、マジやばいですね。ダシすごい。そう、あのダシがすごい。どんどんね、いいしじみがいいと喋ってる。そうそうそう。で、うちのしじみ入れたんですか。結局なんか寿司のやつ。あ、そうそうそう。はい、行きました。これししとうです。うわ、こりゃうまいっすよ。ありがとうございます。やっぱり強くされる味。すごい、うまっ。このボリュームよ。俺は大好きなレバー。見てくださいよ、あの冗談抜きで僕が今まで食べてた焼き鳥屋さんの中で一番大きい。いただきます。めっちゃうまい。うまい、うん、これ半端ないですよ。持ってんだ、めちゃ僕ね、こっからですよ。レモンスープと、はい、栗田さんも、はい、こっからですよ。そうですね。この栗田さんの表情はなんだっけ。もう一回宮田君を弾けさせましょう。宮田君一回終わったもんね。一回終わって生まれ変わりましたね。帰る頃には骨になってますからね。燃え尽きてる。もう燃え尽きたら石碑立ててください。そこに。落合陽平の10万ボルト TV。 ちょっと気づいたら外カメになっとる。満足にカメラも回せなくなりましたが、高架下だったかな。あー、いいですね、高架下。今6時ちょうどぐらいですかね。これから多分混み始める時間だと思うんですよ。お仕事をして
一杯飲もうっていう方々がねやっぱいらっしゃいますから、こうなったら3軒目も素晴らしいはずですよ。あ、絶対素晴らしいよ。いいなこのラーメンを。これもいいよね。あ、いい匂いしますね。めっちゃいい匂い。もうそろそろあるかな。あのかぐわしい感じになってきましたよ、街並みが。この感じがもう最高に暑いじゃん。はい、ありましたね。あ、またなんかちょっとおしゃれな本当だ感じがしますね。今回は外のみです、はい、いいですね。北海道コーン茶杯ってのがあるよ。ああ、コーン茶杯はでもまあいろいろなとこで飲む気しますけど。本当美味しいの。飲みやすいですよ。うん、飲んでみよう。じゃあ僕コーン茶杯しますよ。あ、じゃあそうしましょうか。はい、味噌煮込みの串が美味しいらしいんで。味噌煮込みの串ですか。浦和の夜に、はい、乾杯しましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、すっごいトウモロコシ。あー、うん、まっ。コーンポタージュの味がするよ、うん、むっちゃ感じるね。コーン、北海道の香りしますか。する。もやしを、はい、入れてあげる。うわー、これはいいつまみだぞ。これ美味しいですか。うん、これつまみになる。もやしってうまいんですよね。いただきます。うまい。あーな、はい、マカロニもいらっしゃいました。いや、してくれた。食べてみてください。食べましょう。マカロニ、はい、うまっ。マカロニカーブしてるタイプのマカロニ。どうでもいい情報ですけど。でマカロニいただきます。あ、明太子すごい。ちょっとクリーミーもあんの。はい、これめっちゃ合うな。角煮とタンとハラミって言ってましたね。うん、タンです。え、でっか。味噌煮込みタン。はい、あっこ、うーな。おー、いただきます。あ、うまい。で、これハラミ。やわらかい。いいですね。いい表情してるよ。クリアさんが息してない。クリアさんが息してない。トップだ。今までの3店舗もうプライベート確定っす。プライベート確定ですよ。来てくれる。来ますよ。来てくれるかな。ウィート。ウィウィ。落合陽平の10万ボルト TV 浦和の夜が、はい、始まりまして、まだ7時もなってないですよ。はい、そういうことなんでございます。ここからね、あの皆さん、視聴者の皆さん、これで終わったと思っていただいてたらごめんなさい。あの、ここからでございますので、はい、皆さんぜひ見ていただいてね、続きも見ていただいて、はい、多分今回今までのセンベロの中で最大ボリュームだと思いますよ。そうだね、はい、東口にちょっと歩くんですけど、はい、酒屋さんのやってる夜居酒屋になる角打ちという。落合さん、角打ちってご存知ですか。角打ちはね、知ってますけどあんま行ったことはないですね。はい、夜業態が変わるんですね。はあ、なるほど。酒屋さんで飲める。なるほど。お、入場ゲートが。皆さんに入場いたしました。ここに来て。このね、悪乗り具合ですよ。いや、心なしか。やっぱ3軒目終わってから僕ずっとつま先立ちで歩いてるんですよ。なんか知らないですけど、浮き足立ってるってこのことですか。おお。おその信号を渡ったところになると思います。いや、どんなところですかね。わかんないぞ。あ、角打ち
角打ち若さよ。いいじゃないですか。オッケー。さあではお邪魔しましょう。若さやさんでございます。すいません、お邪魔します。ね、はい、僕は日本酒が良い。だるまサムネ。ま、熟成酒を入れたんだよ。はい。性能ある。あ、じゃあそれ。マッキーきます。あ、前、きた。じゃあそれの90。甘い甘い系がいい。そうですね。ちょっと飲みやすい。甘い肉。折り紙、うっすら濁ってる。なるほど、はい、一番綺麗だ。はい、一応1号のお得意なの1号だよね。別に大丈夫ですよ。これ綺麗な、綺麗な。はい、だれますね。あやす、はい、紹興酒、シリー酒みたいな味わいもある。紹興酒か。え、これ日本酒なの？感じない。え、感じ日本酒じゃない。口からいったもん。甘い。これ酔っちゃうな、飲みやすくて。うん、角打ちってあのこのマスの角で飲んだことから言われてるんで、はい、飲んでみてください。カブ、そう、カブです。フルーティー、フルーティーって甘いですね。いただきます。はい、はい、シュワって好きだから。あー、はい、ビアミなんてよりカブが入っている。これもなんかすごい色で例えるんだったら、レインボーですね。紫って言ってるの？紫は芋の色ですけど、なんかでも分かるし、なんか広がる草原のような、なんかその子供たちがキャッキャッって草原で遊んでるのは、そんな感じなんです。あー、分かりました。分かる、色で言うと紫。タケノコ、ザーサイ、キュウリですね。これはね、つまみです。うん、いいですな、キュウリとタケノコ。うわ、うま。僕も世話しない男の箸の割り方から始めて、うん、あ、ちょっと失敗しました、ごめんなさい。いきます。ダメだ。宮田くんが頑張ってくれるんだったら別にホテルのケーキ出すよ。別に今泊まってていいと思う。宮田くんが頑張ってくれるんだったら、それはだって頑張ったのよ。何ですかこれ。卵のぬか漬け。卵のぬか漬け、はい、で卵をぬかで漬けたんですね。でも色は、あのほぼ普通のゆで卵なんですよ。うん、他の香りしますよ。本当？はい、いただきます。あー、美味しい。初めて味わった味です。この塩気、この塩気すごいな。ちょっと珍味感もあるような、うん、あの卵から今まで感じたことのない。だからこれ多分言い方が正しいか分かんないけど、あの究極の温泉卵の感じ、うん、温泉卵固めたやつ。あの、それゆで卵です。分かるでしょ、はい、それゆで卵です。温泉街の味がする、うん、ああ、なるほど、分かります。そうですね、あの硫黄の感じ、うん、お酒に大事なのはさ、やっぱ美味しいおつまみでさ。あ、ごめんなさい、宮戸君聞いてなかった。あれ、どうしよう、あれ、歯か、歯がいるよ。おー、君の瞳
さあ、タクシー止めて。まだ4軒しか行ってないんだなっていうぐらい濃厚な。濃厚だね。僕なんかもう口回りませんよ。本当に。昭和酒場ポコペンさんです。はい、ありがとうございます。北浦和に来させていただきまして、でこちらが一応皆口おすすめということでございますんでね、まあ、せっかくですから来たわけですから、はい、ね、飲んで帰りましょう。いや撮影でよく合いますねこの人も、はい、よく合うよね、はい、美味しいですよ。パンパン美味しいですよと。はい、お邪魔させていただきます。ありがとうございます。すいません、お邪魔します。はい、どうぞどうぞ。いかがですか、この店員。ありがとうございます。すげえな。このホームボックスっていうのが当時の反則用のシールですよね。うん。そうなってますね。いいですね。照明も全部昔の喫茶店とかスナックにあって。ああ、なるほど。ありがたいな。こういうね、そしてね、スターとかもちょっとありますからね。うん、こちら駄菓子。いや、それでございところで。これは嬉しいですよ。これは嬉しいよ。早速開けていただいていいですか。はい、中身見た時点で、はい、僕がめちゃくちゃ好きなのが当てていいですか。もち太郎。もち太郎。はい。うわ、懐かしい。ハトのロック。響き。そして、はい、拍手のソードライン。皆さん、お疲れ様。コーヒーのス。当時な、この辺り、この時はまだ出てきてないけど、あの、何言ったんだ。あお通しいただきました。はい、いただきます。どうして5分前。いやもう5軒目ですよ今日は。5軒目ですよね、はい、お洋服は誰でも好きなのと。お茶屋さんは目力、目線が怖いんですけど、なんすか、はい、おじゃさん、はい、ルームツアーをしようかなと。しますか。ちょっとついてきてください。すごいものがいっぱいだ。まずこれよ。はい、これは、うわー、うわー、カセットウォークマンみたいな。ありますか。あとちなみにもう今ナショナルってないですよね。うわー、ええ、あーマジ、梅津さんや。全部梅津さんですよこれ。梅津和夫美術展名古屋会場公式アンバサダーとして、はい、ここはレポートさせていただきたいと思います。はい、あります。これ多分梅津さんだと思う。あ、そうですね、これ梅津さんだ。うわ、開けて、うわ、全部、うわ、ちょっと待って、大美術展やん。これ俗信号のやつじゃない。東京開催のやつ。何だ、じゃあ、また明日。で、多分古くなってきて。え、あさって。帰るの、うん、あ、こう。で、やってます。おしゃれじゃん。おばがだけやって終わりの。これは。あのね。私、いけない子だわ。のぞきみなのに。やっぱ私は慎吾が好きなんですけど、やっぱね、私は慎吾はね、最高のファンタジーなんですよ。どうなる運命が。我々もね、まあ、一応ちょっとこうホラーをかじらせていただいてるというところもございますから。神の左手、悪魔の右手かけるゾゾゾ。はい、ありがとうございます。すごい小説版ゾゾゾ。はい、ありがとうございます。うわ、嬉しい、ありがとうございます。の、2おでここから一回心霊写真専門チャンネルをね、はい、挟ませていただきます。で、こちらがね我々の最新刊でございます。はい、どうぞ。捨てられた心霊写真。またギリギリ正常を保ってるところでやっぱエンディング迎えないと。はい。いけない。はい。さあ、いかがだったでしょうか。あのね、裏はむちゃくちゃうまい。そうですね。地元に根付いた美味しいものっていうのがあるんだなっていうのをやっぱ改めて感じることができたから、はい、まあ、それが面白かったね。皆さん私についてくる、まあ、もしよろしければ、はい、浦和にも来ていただいて、はい、楽しいお店いっぱいありますからぜひね楽しんでいただきたいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。
回ですよ。まだ夜は終わってはいませんので、まあここからですよ夜。はいはいはい、あ言ったね、マジで信じる。お友達からもらってた、言いましたか。次回の中国と TV も全然わかんない、これむちゃくちゃむずいな。落合の犯行予告はこちらだ。批判は承知の上、危険な君のそばでバイ奪います。めっちゃ深いっすよ。あ、というか決算書は言葉です。これはないっすよ。はっパイロン人生2いいじゃん。ガッツァイガー隊長会長、そんなふりをしていつも酔って愛と繰り返して、開口ライクは懸念に乗って誰も言うから